薬師野生のドリームカークラブ。さあ今回はヤクちゃんが車のタイムトライアルジムカーナに挑戦。パイロンで設定されたコースをいかに速く走るか勝負します。車好き代表としていいところ見せられるんでしょうか。それから先週に続き乗り物創造作家の由良拓也氏が進めるとんでもないカスタムカー作り、まずは車の解体作業を開始です。今日も車だらけの30分。それではヤクちゃんよろしく。さあ、今週も、車で遊ぶということでですね、今日はですね、はい、ジムカーナ大会特に実はね、去年出たんです。今回ヤクちゃんが訪れたのは名古屋にあるタイヤショップ K1 が主催する車の運動会遊ぶ。これは車の 100m 競走やドリフトコンテスト、ジムカーナといった競技を初心者からエキスパートまでみんなで楽しもうというイベント。去年ヤクちゃんはこのジムカーナに大胆にも愛車ビューイックで挑戦。しかしミスコースを連発して記録が残らずという結果に終わってしまいました。さて今年は大丈夫かな。2回ともミスコース、ビューイックで。で、ルールは簡単。このジムカーナのコースを間違いないこと、間違いなく一番早く走り切った人が優勝です。はい、はい、そして今回参加するのはこの車1台で3人がトリプルエントリー。ちょっと遅い車なので上位の結果は望めませんから番組レギュラー陣3人による対決とします。プロ2人は重量ハンディとしてドリームカーガールを助手席に乗せなくてはいけません。ドリフトのプロフェッショナル手塚選手はまどかちゃんとペア、GT レースのプロフェッショナル城内選手はミクちゃんとペア、そしてヤクちゃんは一人寂しいけど断然有利なはずです。で、3人一番勝った方にはなんとこちらです。お、K1 さんからオイル、これ何てやつ、ウェッツデザインの。何インチ？17インチ。17インチ、はい、何作るんですか。何でも作りますこれをもらえるの、俺たちが一番勝った人がもらえるんですよ。4本、あ、1本じゃないんだ、1台分です1本もらってもガラクタ立つなわけで、ジムカーナ挑戦。この番組は J スペックの提供でお送りします。さあ、それでは手塚選手から挑戦です。スタートです。イエーイ、うまい、うまい、楽しかったですよお前らな遠い遠目に来るけどプライベートじゃねえんだろ特にお前仕事だよお前じゃあ続いて城内さん、正直俺だからもう取ってスタンバイ取らないです。ここで待ってます。とりあえず連れてきます。ああ、いいですよ。怖い。そうかそうか、そうだ、あ、これいいよ。これって言わないでくださいよちょっとね、まだドリームカーガールとしてまだ認識が足りないな。カメラ止めて、お願いしそれでは城内選手のスタートです。よーっ、やだWe'll be right back.
ました。もう歩けないって。足がガクガクです。足がガクガク。初めてですかこんなのは。初めてです。もう何なんでしょうか。普通の番組だったらこれね、罰ゲームとしてあるんですけど、うちの番組は普通に恋の毎日ありますから、はい、毎週こんなんですから。もうちょっとマジで震えが止まらないんですけど。あ、そう、震えが止まらない、はい、止めてあげよう。さあ、いよいよヤクちゃんの登場。去年のリベンジなるか。さあ、ヤクちゃん大応援、イエー、頑張れ。すごい向こうの方が間違えた。あれは違うぞ。パイロンじゃないぞ。おっと、向けた。やってて、でもいきなりコース。おお、かっこいい。おお、やりすぎじゃないか。やりすぎだ。最後送ってますよ。あらららら、赤旗出ちゃいました。最後送っちゃった。送っちゃった。残念賞。日本終わり？終わりです。一周回れなかった。何でもやってるんですか。もうね、あの選手ね、もう追いかけるからね、もう。ない。あのね。奥からね、下からパイロンが出てきたんだよね。下からなんかなんか生えてきました。これさ出てきて、で赤い旗振ったから、俺もレース何回かやってるけど、赤い旗っていうのは止まれってことだよなと思って。もう一回やりますから。はい。ね、さあこの調子で2本目も行きましょう。頑張れよ。CM の後、2回目のアタックに挑戦。ドリームカークラブ。さあ、1本目のね、はい、皆さんの走りが終わりまして、はい、いよいよ次2本目ということなんですけども、はい、まずは1本目のタイムを手塚君から順番に見ていきましょう、はい、さあ、じゃ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 ん、1分11秒592、ジョーダさん、いきます、じゃじゃん、1分4、早っ、いきます、あれ、あれ、こういうとこだけ棒引くなよ。というわけで、はい、まあ、2回目ね、はい、これのタイムがいい方、今やや場内がリード、はい、これね、多分ね、1分2秒がいけるかいけんかのこの車の限界です。多分それでは2回目のアタック、手塚選手から挑戦です。さあ、サードです。さあ、2回目はどんな走りが、いけいけ、かっこいい、おお、残念。城内選手の2本目、本気ですよ。おお、ミクはどうしても2本目も嫌がってたな。ミクちゃんは嫌がっておりました。首振り人形みたいな感じですね。ミクちゃんどうしたの？
死ぬかと思いました。死ぬかと思ったの。まどかちゃんは楽しんでた。君は楽しんでなかった。だって怖いんだもん。そうでしょ。じゃあ私2本目を頑張ってください。成功させます。はい。さあ男役指示、今回は決めます。最後のアタックです。頑張って頑張って。お、コース合ってる。なんとかなんとか。お、コースは間違えてない。お、攻めた。あそこのミスト。おかえりなさい。あのね、よく頑張ったじゃないですか。やるね。走り切った。やるね。あれ、記録は出たんだよね。それでは結果発表です。出てかくどうぞ。はい。じゃん。ガーン。22秒でミスコース。ガーン。パイロンも1個間違えちゃった。まあ、だからこの記録ですね。はい。非常的に以上の辺負けてるってことですね。はい。で、僕はここで手を抜いてね、インチキして走っちゃダメだと。2回目マジに走りました。はい。じゃじゃん。お、速い。はい。いったでしょ。1分2秒ぐらいがあるだって。すっごい速かった。16。おお。さあ、行ってみよう。せーの、じゃん。コース間違えてます。なんとヤクちゃん、最後の最後にパイロンの通る方向を間違えたんです。2年連続ミスコース。あれ最後のパイロンだけ？いや、あれぐらい誰も見てないと思ったの。見てんのやっぱり。見てる。見てた。見てた。じゃあ俺こっちから行って、まあ行っかって思った。まあいいやと思ったら、バレバレです。さあ、というわけで、見事、やっぱまあ当たり前でいいや、当たり前ですよね。もうジョナサン1分1秒628、はい、はい、見事でした。そう、ありがとうございます。というわけで、ね、はい、この回なんと、はい、K1 さんから、はい、どうぞ。こちらのですね、鉄筋ホイール、鉄筋じゃないですか。こちらアルミホイールです。アルミホイールね、はい、17インチ。17インチ。これをですね、ジョナサンプレゼント、はい、じゃーん、じゃーん、ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ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 、いやいや、これこれね、2人で、2人の手組みでこれを入れました。はい、はい、はい、良かったですね。 CM の後、カスタムカー制作の始まり。ドリームカークラブ、ユラタクヤのアルトでカスタム。先週から登場いただいた由良拓也氏、元レーシングカーデザイナーにして現在乗り物創造作家です。平成2年の鈴木アルトをベースに、なんとこんなかっこいいスポーツカーを作ってしまおうという奇想天外な企画。今回はアルトをバラバラに解体して、いらない屋根を切り落としてしまいます。まあこの形をアルトで作ろうと、はい、まあ、そのために横は盛り上げるから、はい、だけど上の屋根の部分っていうのはいらないんで、はい、これ全部切ってしまうと、はい、その何もなくなったところに、はい、ウレタンで造形したボディを作ってっていうスタイルでやっていきたいと思います。はい、はい、いいですね。ぜひまたよろしくお願いします。ドアは、はい、実車の車もこのドアを基本的には使いたいんですね。はい、あ、そうなんですね。はい、だから、うん、このドアっていうのはここがガチャッと縛るところで、ここにひっつくところがあるんですね。それがまあここにあるから、この高さのところに、ドアがある、もうキャッチがあるんですね。あ、もう書いちゃうんですね。だって切っちゃうんだもん。キャッチ。それからこの前にここにヒンジがこの辺にある。とこの辺にヒンジがある。ここは切るときに残しときたいの。これ。ドアが開けたり閉めたりするときにこの位置を使うんで、あ、これ、なるほど。ここがなくなっちゃうとドアが、うん、開け閉めできなくなっちゃうんですね。はい、それから、はい、サスペンションの大事な部品でストラットっていうね、うん、この上のこの部品、ここの上は使うんです。はい、だから
このフェンダーはまず取っちゃいます。これは取る。はい、取るですよ。はい、でここにストラットのっていうのはこの辺の中にあるんですね。この辺にこんな風に。ここはイカス。イカスそうです。イカス。はい。イカスね。まあ、関係ないんだけど、まあ、ここからなんか取って、はい、後ろは今度後ろね、ここはインナーフェンダー、インナーフェンダー、この内側のに入ってる、はい、イカス、イカスで、ここがイカス、うん、そうすると、まあ、ここからこの高さよりは低くできない。それからここのヒンジもイカスから、ちょっと高くなっちゃったな、ちょっとずれます。硬いこと言うこれからだ。でここの上から平らにこういって、はい、この頭の上を生かして、はい、ボディはこういう風になると。おお、そうですね。で多分この辺から窓がビューンってこうなって、はい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 、リアのフェンダーが、うん、こんな風になるのかな、こんな車になると。あ、なんか気持ちいいね。マジックでガーって書いてある。それでは解体作業の開始です。取れちゃいましたよ。あらま、次々と部品が外されていくアルト、意外とあっけないですね。あら、こんなに簡単に取れちゃうよ。ねえ、驚きますよこれ、ね、あら、恥ずかしいみたいになっちゃう。ね、ちょっと恥ずかしいですねこれ、ね、でね、うん、ここにこれがね、はい、あのエアコンってクーラーのエアコンのユニットと、はい、でこっちがヒーターのユニットで、はい、これがあの室内とか外気とか室内の切り替え、うん、この辺はこれから作る車にも活かしたい、はい、だこういうものを作ったら熱くて乗れないの嫌だから、うん、ここはちゃんと壊さないで、だこの辺は全部活かしておこう。これからガラスを取るから面白いですよ。え？取れましたよ。はい。いやー、こんにちは。あー、すごいですよこれ。すべて剥がすんですよね、窓は。そうです。車の部品はその多くがネジで取り付けられているので、ネジを順番に外すだけで驚くほど手際よく車がバラバラになっていくんです。こんな作業を初めて見る優香ちゃんは驚きの連続。貴重な体験ですね。何もなくなっちゃいました。福山さん、これどの辺だろうね。はい、この辺で切ってみましょうか。そうだね。で中を見て調整します。これはまあいかしこれはだからこっちのプレートですよね。だけどイカスケとここの高さ高すぎる、うん、この高さになるべく近いところに、まあ、このくらいの重さまで、ね、この辺全部だから取っちゃって、そうね、この上の部分を切るの。そうです、そうです。CM の後、派手に屋根を切り落とします。ドリームカークラブアルトの解体作業、もうすぐ屋根が切り落とされますよ。うわ
電気花火だね。いやかわいそうな子だね、この子もね、輪切りにされちゃって。いやでもね、第二の人生もっと素敵なものに生まれ変わるから。あ、そうですよね、うん、おばさんがシンデレラに変わるようなもんだからさ。なるほどなるほど、うん、途中で飽きないといいな。誰がですか？この火花が飛び散る道具はプラズマ切断機と呼ばれるもので、電気をスパークさせて部分的に鉄を溶かし、溶けた部分をエアーで飛ばして鉄を切断するんです。すごい威力ですね。まあとりあえずオープンカーになるというよりは、うん、なんだろう、リアカーができるのかどうかね。あ、はい、あ取れました。うわはい、みこしです、みこし。取れましたよ。あー、こんなにでも、もう上がこんなに重いんだな、うん、結構重心が下がったな、これ。これで速くなるね。早いね、これは。これは速い。作業が一通り終わったアルトはこんな感じ。これが何の車かってもう分かりませんよね。さあ、屋根が本当になくなっちゃいました ね、はい、ね。それからこの車がこうなるんですよね。え、そうだったっけ。ってユラさん、これユラさんがデザインされたものですよ。そうなんだ。そうなんだ。で、ここから次はどんな感じに。これを、はい、まあ、今切り取ったところを、まあ、手術で言えば口開いちゃってるじゃないですか、いろんなところが。あ、そうですね、これを閉じてもらわなきゃいけないんですね、はい、ここも全部箱の断面にして閉じてもらって、はい、シャーシーが今もうふにゃふにゃなんです、今は、うん、でこのふにゃふにゃなのを全部閉じてもう一回しっかりさせて、で閉じたところに今度僕がパイプのをこう曲げたロールバーっていう、そういう、はい、そうです、それでフレームを作って、はい、このシャーシーをしっかりさせるんです。でそれができたら、うん、それに肉付けっていうか、そこにこのボディの表面をこう作っていくと、この丸みとかですね、はい、果たしてこうなるかわかんないけど、まあそれを目指すと、はい、今まではここに椅子があってここにハンドルだったんですけど、今度はこの辺に乗って、ね、はい、ペダルはこのまま使うんですけど、うん、はい、シフトレバーはちょっとこの少し後ろに下げるわけですか、はい、後ろにずらして、でハンドルもシャフトをこっち下げてきて、はい、この辺に持ってくると、こんな感じに乗るように、ここにこうバケットシートを作ってですね、うん、はい、ここにロールバーをこう入れてという感じで、うーん、なんとなく、うーん、できるかな、うん、心配になってきた。ということはまだまだここからはお時間かかりそうなんですね。そうですね。じゃあ今後が楽しみですね。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、じゃあ皆さん楽しみにしていてくださいね、はい。さあ、いかがでした。この企画は車の下処理が終わって次の段階に入り次第またレポートします。それではプレゼントです。タイヤショップ K1 からご覧のホイール1セットを1名様に。ご希望の方は番組の感想と必要事項をご記入の上、各機かインターネットでご覧の宛先までご応募ください。さあ、来週はまたまたおかしな企画、ヤクちゃんがドリフトでボールをキックできるのか挑戦、それから久々に行われたドリームカークラブミーティングもあります。お楽しみに。この番組は J スペックの提供でお送りしました。